こんにちは、ハイジです。というわけで今日はちょっといい感じにおしゃれなファミレスでおなじみのジョナサンさんにやってきております。というのも今こちらでは簡単に贅沢な気分が味わえるメニューが出ているとのことで、簡単に贅沢気分そんなわけないだろって思っておりますが、一応確かめにやってきたというわけでございます。入店してまいりまして、そのけしからんメニューはどれなんだってことなんですけれども、ちょっと見ていきましょうか。いきなりあるね、表紙に濃厚リッチって書いてありますね。メニューを見ていきますが、いきなりフォアグラ&ハンバーグトリュフソース。ファミレスのハンバーグの上にトリュフ乗っちゃってんので、僕の大好きなブロッコリーまでついてきてくれてんので、さらに下いくよ、さらに下いくとダブルなの。1個バージョンは999円、もう1000円切ってるんですけども、ダブルフォアグラにしても1299円という、あれそんなもんなのっていうお値段なんです。だからだいぶ衝撃的なんですよね。ファミレスのイメージを覆してるというか、すんごい若手の劇場のライブにたまにすんごい売れてる先輩出てきちゃうみたいな、その感動。なんか動揺しすぎてこのボタンすらもフォアグラに見えてくる感じでもありますが、セットのコンポーネントですね。はい、ありがとうございます。フォアグラかと思ってドキドキしてたらコンポタージュでした。でもこれはこれで嬉しい。いただきます。このスープ絶対美味しいんですよね。うん、安定、これぞ安定。ダブルフォアグラハンバーグですね。はい、こちらライス。はい、はい、上の皿熱いので寝起きです。ありがとうございます。はい、以上で大丈夫です。すんごい高級感、高級感。いや、さすがに美味しそう。待って、まずもうハンバーグがすでに美味しそうなわけじゃないですかね。このハンバーグの上にフォアグラが1、2と、この厚み、とんでもない。これ3人乗り、けしからんメニュー。もうこうやって見るとお野菜見えませんから、こうしないと見えないから。では早速ハンバーグ行くと見せかけて、まずは焦る気持ちを抑える意味でも、やっぱりこのハンバーグのソース、このソースが結局どうしたって美味しいやつ、これだから。ハンバーグは楽しみなんだけど、これも止まんないっていうやつだ。うん、おいしい。いよいよハンバーグもうおいしそう。もう完璧、完璧に進むやつ、めっちゃおいしいです。さあ、お待たせしました。いよいよ行ってみましょう。で、ちなみにですね、この上に乗ってるやつはトリュフペーストなんですって。トリュフとフォアグラが一緒になってしまったという珍事が起きています。もう三大珍味の中の2つです。3つのうち2つ揃っちゃってます。渋谷北で言ったらふっくんとやっくん揃っちゃってますから、一気に三段重ねでいっちゃいましょう。ふわふわ、なんてふわふわなの。これね、風味だけを残してハンバーグの中に溶け消えていくっていう感じですかね。確かに贅沢感が味わえてるっていう意味でも本当に美味しい。わー、待って、これもう、わー、ちょっと待って、こんな贅沢なことある？一気に一口でいくの、これもったいない。なにこれ、たまんないね。で、今これ食べててちょっと気になって、こんだけハンバーグに高級感を与えるフォアグラ単体で食べたらどうなっちゃうんでしょうね。これだけで食べたらどうなの。滑らかに広がって消えていく。そしてコク甘い後味っていうんですかね。あと今さらですが、これなんでしょうね。ずっと気になってたんですけども、あえて触れずにいった感じですが、あら、あ、ナス、おナスだ。うん、それは美味しいよ。あとはもうハンバーグを一気にガッといっちゃいましょう。あれ、何回見てもいいね。単体でも戦えるハンバーグがさらに強くなったって感じですよね。だから鬼に金棒だし、船越英一郎に崖みたいな感じ。はい、ごちそうさまでした。というわけで今回のジョナサンさんのダブルフォアグラ&ハンバーグでございますが、確かに思っていた以上に贅沢できた感じがします。スイーツで来て食べてもいいなって思えるくらいの贅沢感でございました。っていうのはいいんだ、それはいいんだ。
それはいいとして、また変なコメント来てんだ。だから紹介しますけれども、シーダ・キダさんからのコメント。ハイジーさんの顎ってあんこでできてるらしいよ。なんで顎だけアンパンマンのシステム採用してんのよ。泣いてる子いたらこれちぎってあげんの？食べないでしょ誰も。